12月10日がお誕生日、カピカステチュール一見勝ち越さんです。私を チケットだけやとね、1万6000円、往復で3万2000円ぐらいだったんです、往復のね、チケット。で1万6000円だけだと、こっから 空港からね、大阪の空港から新大阪まで行って、で、新幹線チケット買ったら、お金足らんと、うわーと思って、帰りの分も解約してね、で3万、2000円ですか、払い戻ししてもらって、タクシーで新大阪まで行ってですよ、で、新幹線で来たと。ですからね、僕今日お金ないんですね。皆さんもしよかったらですね、ちょっと1000円でも結構なんでね、箱を置きますんでね、箱に入れて帰ってお誕生日おめでとうってね、1000円入れていただければね、私おいしいもの食べれるんじゃないかと。まあその話はどうでもいいとしてね、本当遅刻してすんませんね、すみません。で、まあ私何してる人間かというとね、知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、リピーター作りをね、専門にやってるんです、リピーターね。で今日はね、何の話したらいいかなと思ってね、さっき相談してたんですけどね、ブレイクだ、今日はブレイクのきっかけの話をするんだみたいなねことを聞きましたんで、ちょっとね、ブレイク、私もいろいろブレイクしましてね、去年は家庭がブレイクしましてね、今年はね、付き合う彼女、付き合う彼女振られましてブレイクね、でもなんかブレイク続きなんですけどね。で、さっきもね、かやさんね、ちょっとハードル上げてもらいましたね、講師とね、プロ講師がどうのこうのとかね、で、まあ、最近多いんですよね、講師になりたいっていう人が。でね、商工会議所に呼ばれてどうのこうのっていう本をね、売れちゃったりとかしてね、何じゃ本出してくれんねんみたいなね。最近商工会議所さんもね、まあ予算が厳しいんでしょうけどね、まあ単価がどんどんどん下がってるんですよ。で、まあ予算が厳しいからね、そうなんかなと思ったんですけど、違うんですよね。僕まだ実績がないんでね、先の会社さん否定するみたいですけどね、もう1万でも2万でもやりますみたいなね、人がどん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 出てきてるんです。でね、やりますやります、じゃあもう安いからお前に頼もうって言ってやってもらうでしょ、お客さん来るでしょ、へったくそなわけですよ、この講師が。ね、そしたらね、お客さんはなんだよ、会議所でやってるセミナーなんか面白くないじゃないかよっていうので、まだ来なくなるんですよ、会議所にね。そうなると補助金まだ削られるみたいなね、っていう連鎖が起きててですね、もう講師にならないでください、皆さん、本当ね。ご飯食べなくなりますから、本当に頼ますね。まあそんな話はいいとして、まあ皆さんビジネスやるんならですね、なんか応援してもらえる人になりたいんじゃないかなとね、思います。で、まあ今日お誕生日ということでね、実は昨日からですね、昨日12時ぐらいからこう Facebook とかでね、誕生日おめでとうおめでとうっていっぱいもらってですね、もういちいちいちコメント返してたんですけどね、もう100件ぐらいでめんどくさくなりましたね。まあ先パッと見たらね、メッセージとウォールとあとなんやかんやでですね、800件ぐらいね、お誕生日おめでとうってもらったんですけどね、多分ね600人ぐらい知らん人なんですよ。でもええわっていう人なんで、ね、返事するのめんどくさくなったんですけどね。でもね、それに一生懸命なってる人もしかしていません？なんか Facebook ページ作って一生懸命一生懸命いいねをしてくれいいねをしてくれって言ってる人、もう今すぐやめてください、もう迷惑なんでね、あれね。何を
前のね興味もない Facebook のページいいね押さなあかんねんとね。そんなんで例えば私がいいね押したらしましょうよ。いいね押したらね、なんかまたしょうもないセミナーの案内届くわけですよ。何これみたいなのがね、毎日毎日そんなん来るんです。で、まあそんなことはいいんです、本当にいいんです、ね、やりたきゃやってください。でもね、Facebook 今一生懸命やってる人ね、残念ながらねビジネスうまいこといかないですよね。まあまたね、リンクトインが出てきました、 Google プラスが出てきましたなんつってね、なんかまあ某氏がですね、いろんな本とか出してセミナーとかね、 Facebook で夢を叶える方法みたいなね、知らんわそんなもんみたいなのがねたくさんありますけど、まああれやってる人でね、うまいこといきましたって言ってる人私一人も見たことないですからね。その前にはああいうのはあくまで補助的ツールなんですよ。補助的ツールであって、もっとね中心に皆さん自身がねこうね、なんでしょう、応援される人とかね、人に興味を持ってもらえる人にまずなってからの話です、あれはね。私がそうで言ってるわけじゃないですよ、私もまだまだ勉強中ですけども、まずコンテンツありきなんです、ね、そのコンテンツの作り方であるとか、まあその他から応援してもらえるにはどうしたらいいかっていうのが、まあリピーター作りにつながっとるんですね。でまあ今日リピーター作りの話をあんまりしないです、ね、まあちょっとだけしますけどもね。でまあというのも来月あの東京でね、そのリピーター作りのねセミナーがあるんで、そっちの方に来ていただければなまあね、私いつも何やるにしてもね不順が動機なんですね。私二十歳の時にね居酒屋を始めたんですよ。大学生でした、まだね大学生の時に居酒屋始めたんですけども、なんでそんな居酒屋やったかというとね、モテたかったんですよ、ね、もうモテたいためなら何でもやるぜみたいな感じやったんです、モテるためならね。で居酒屋をやりましてね、でまあその居酒屋っていうのはね、私がバイトしてたところの社長の、まあ、経営してる店やったんですね、個人で経営してた、まあ、つまり節税のためにやったんですその店ね。で、私何も知らないですからね、居酒屋どうやるかとか言われてね、 お願いしますみたいな感じでね、300万ぐらいで居酒屋買わされましてね、で居酒屋をオープンしたんです。でまあ、 節税のためにやってる居酒屋ですから赤字なわけですよ。で赤字どうしようかなと思ってね、でまあ私大学生でしたから学校の友達にね、ちょっと来い来い来いとね、もうコンパやるならうちでやれよ、飲み会やるならうちでやれよって呼んでたんです友達をね。そしたらね、まあいっぱい、お客さんというか、まあ、友達来てくれてね、まあなんかこう人が入ってて盛り上がってたら他のお客さんも入ってくるんですよね、なんかね。でなんとかなってたんですが、4年生になったらね、もう周りの人間酒飲んでる場合ちゃうねんということでね、来てくれなくなったんですよ。どれぐらいやったかというとね、当時80席ぐらいある居酒屋やったんですけどね、月収がね100万いかないぐらいです、ね、100万いくかいかないかですよ。と思ってね、もう平日なんか閑古鳥鳴いとるわけですね。で、なんとかしないとなと思って、私何やったかというとね、500円で売ってた生ビールを100円に値下げしたんですよ、100円に。で、これでお客さんいっぱい来るぜと思ったらね、やっぱいっぱい来たんですよ、ね。5時から1時まで営業時間やったんですけど、4時過ぎたぐらいからね行列できたんですよ。やったぜと思ってね。で、どれぐらい売り上げ上がったかというとね、毎日あのレジが閉まらなくなるんですよ、千円札で。来たぜみたいなね。で、それでなんか調子乗ってね、ロレックス買って、後ですぐ売る羽目になりましたけどね。で、まあそんなことやったと思ってた。そしたらね、なんかおかしいなと、お金足らんぞというふうになってきたんですよね。誰か持って逃げてんちゃうかと思ってね、いろいろ調べた。で、税理士さんにね、調べてもらったんですけども、まあ決算書見たらね、すぐ分かったんですよ。売り上げ4倍ぐらいになってました。売り上げ400万ぐらいになってたんですよ。でもね、利益ゼロです、ね、ゼロどころか経常利益って書いてあるところに経常損失って書いてあるんですよ、ね、80万赤字ですよ、80万月80万赤字、嘘と思ってね。で私もね、1週間ぐらい寝込みましてね、なんやねんこれと思ってね、あ値段下げたのはあかんかったなと思って、まあ店のねレジのデータとか見たんですけどね、私はこう思ったんですよ、ビールばっか飲む人ちゃうとね、酎ハイ飲む人もいれば日本酒飲む人もいれば焼酎飲む人もおる、ね、ですからまあビールを安くしてもまあ大丈夫だろうと思ったんです。それどころかね、まあビールが安い分ね、なんかちょっと高級なおつまみ的なものをね頼んでくれるんじゃないかと思ってたんですが、なんとねお客さんのね、まあどれぐらいかな、 15% ぐらいはね生ビール2杯と枝豆みたいな680円みたいなね客単価になってたんです。勘弁してくれよと思ってね、値上げじゃ値上げと思って、500円値上げするのちょっと悪いなと思ったので300円にした。まあ当時ね、もう16年ぐらい前ですからね、大手の居酒屋チェーンそんななかった時代ですからね、生ビール300円って安いんですよ、ね、あこれはまた行列だぜみたいなね、ごめんね稼がしてもらうよみたいなこと思ってたんですけどね、300円にした瞬間なんと行列パタッとなくなったんですよ。嘘と思ってね、で、何が悪いのって言ってる間に、まあ、2ヶ月3ヶ月経ちましてね、また月次のねその資産表を見せてもらったんですよ。そしたらね、売り上げが180万まで下がってたんですね、200万下がったんですよ売り上げ、うえーと思ってね、もう私も嫌な汗出ましてね、
もう学生ですから銀行金貸してくれないでしょ。もう親からもう300万ぐらい借りてたんで、もう金ないでって言われてたんで、まずいなとね、売り上げが400万の時に80万赤字で、そこから200万売り上げ下がったということはね、赤字がいくら出てんねんと、300万ぐらい赤字か、もう死ぬしかないぐらい思ったと。で、パッと赤字の欄をね、赤字の欄っていうのもあれですけどね、本当は利益書いてあるんですけどね、見たらね、15万やったんですよ、赤字が。と思ってね、売り上げ下がってんのに、なんで赤字が減ってんのって思って、そこからね、真剣にね、経営のことを勉強しだしたんですね。ですからね、まあ私がこのリピーター作りのセミナーとかね、コンサルティングやってる原因っていうか、目的はね、物の値段下げて売んなということなんですね。まあそこから私15年間ぐらいね、まあ経営の真似事というか、まあ経営やってますけどもね、値段下げて売ったかなというのがね、常にこう軸にあるんです、経営戦略の軸にね。値段下げて売っちゃう。で、今からもしね、皆さんがさ、独立するぞとか、今自営業やられてる方、会社やられてる方ね、いや売り上げが上がんねえなと思って、一番やったらあかんことはね、売り上げ下げることですよ。売り上げじゃない、単価を下げることね。物の値段下げるのは経営じゃないですからね、もう小学生でもできますから、そんなもんね。経営者を名乗る以上は単価を下げないということなんです。で、単価下げずに物を売るにはどうしたらいいか、つまり皆さんのファン作ればいいんですよね。もう潰れそうですって言った時にね、あ、じゃあもう、じゃあうちが仕事出してあげるよっていうお客さんをどれだけ捕まえてるかっていうことですよね。そのファンの作り方が実はリピーター作りだった。